都心の後輩、都心の後輩、都心の後輩、アーバンデイケートは、都心全体、または一部が後輩した状況に陥ることである。特徴としては、人口減少、建築物の廃屋化、高い失業率、家庭崩壊、選挙権剥奪、犯罪、後輩死、殺伐とした雰囲気などが挙げられる。都心の後輩は、 1970年代から1980年代にかけての西側社会、特に北アメリカや欧州の一部に多く見られた現象である。この時期、世界的な規模で、経済、輸送、政策において大きな変化が起こり、そのことが都心部の衰退につながっていった。通常、都市が発展していく場合、都市の中心部に人が集まり、その地価が上昇する。 そして、そのようにして形成されていく、大都市圏の周辺に、貧民街、スラムが形成されていく傾向が強い。しかし、都心の荒廃は、その流れに逆行する。北アメリカの都市では、ホワイトフライト、ホワイトフライトと呼ばれる黒人との昆虫を嫌う、白人たちの転居などが起こり、都市郊外地域や、巡郊外、エクスバーブ地域への人口流出が生ずる。 これが結果として都心部における住居の不法占有につながっていく。都心の荒廃に関しては何か一つの大きな原因、主要産業の衰退などがきっかけとなるばかりではなく、政府の都市計画案、高速道路の整備、都市周辺地域の郊外住宅地下、金融業界の特定計改築指定化、レッドライニング、移民の入国制限、人種差別など、 様々な要因が絡み合って持ち上がってきた問題である。産業革命時、人々が製造業の分野に職を求め、地方から都市部へと流入してきた。産業の大規模製造化は都市部の人口爆発を引き起こしていった。この産業界の大きな変化に加え、都市計画が19世紀の終わりから20世紀の初めにかけての大きな変化に追いつけなかったことで、 都市部におけるインフラストラクチャー整備は明らかに不十分な水準で推移し、貧相で不健全な都市環境が形作られていく。輸送、特に自家用車の普及や通信面での変化によって都市部に備わっていた利点が失われていく。第二次世界大戦が終戦を迎えると、郊外の発展を目指す政策が投じられ、それが都市周辺地域の郊外住宅地下を引き起こしていく。 このような政策を通じて都心部から離れた郊外地域のインフラストラクチャー整備の予算が組まれていく。アメリカではホワイトフライトが起こったように人種差別もまた多くの人々が都心を捨て郊外へ移ることでスプロール現象を引き起こしていった要因である。戦後の西洋経済は工業製品を海外から調達するようになっていき製造業から サービス業へと産業の中心が切り替わっていく。製造業とは異なりサービス業は一極集中を必要としないので都心部の縮小が続いていく。都市周辺地域の郊外住宅地化が進めば交通手段の整備が進むために都心部に勤める人々も仕事を続けたままで郊外の大きな家に住むことができるようになった。アメリカでは特定系改築指定化といった 米国連邦住宅庁 FHA による差別的な住宅ローン政策を実施していくことで合衆国政府は都市周辺地域の郊外住宅地下を推し進めていった。後にアイゼンハワー大統領のもとで週刊高速道路の建設が行われていくとさらに都市の空洞化が進んでいく。北アメリカではこのような傾向は郊外型大型ショッピングセンター 雇用サービスセンター、低密度の住宅環境などに特徴づけられる。アメリカ北部の都心部では、のきなみ人口減少や貧困化が生じてきた。都心の地価が下落し、経済的に恵まれない人々が流入してくる。都心に流入してきた貧困層は、1920年代から1930年代にかけて南部から移り住んできたアフリカ系アメリカ人である。 伝統的にヨーロッパ系白人たちの集中地となってきた地区にアフリカ系アメリカ人たちが流入してきたことで人種間のいさかいが高まり郊外への転出が加速していった。東ヨーロッパでは状況が少し違っており18世紀から19世紀にかけて都心部から郊外へと人々が移っていったのは政策によって都心に形成されていたスラムのクリアランスを行うためであった。 ヨーロッパ大陸やオセアニア大陸では大都市の歴史的中心地区は比較的裕福な状態を保っている。デトロイトの場合、自動車製造業はこの都市の成功の基盤であり、地域住民の大部分を雇用してきた。よって、その工場の移転が始まると人口は減少を見せ始めた。特に1967年の暴動以降、その傾向が強まった。 1950年、統計によれば、同市の人口は約185万人であったが、2003年までに約91万人にまで減少してしまった。イギリスでも、1970年から1980年代にかけて、都心部の著しい衰退現象が起こっている。スコットランドのグラスゴー、サウスウェールズバリーズの町、マンチェスター、リバプール、ニューキャッスル、 ロンドン東部などのイングランドの主要な都市などでは人口が減少し19世紀に建築された商店の崩壊などが進んだ。フランスの大きな都市は衰退した地域に囲まれていることが多い。都心部は中流階級や上流階級によって占められているが、その郊外を中層、高層の公営住宅が取り囲んでいる。そのような地区、万流の貧困化や 犯罪の増加によって、より裕福な住民たちが都心部あるいはほぼ田舎の地域に流出していくことで、郊外全体が衰退現象を見せることになる。2005年11月初め、パリの北側に位置する郊外地域において、公営住宅の標準以下の生活を一つの原因とする暴動が勃発した。都心の後輩に対して、新都市計画、ニューアーバニズム、 ニューアーバネザムの原理や、イギリスや他のヨーロッパ諸国では、都市復興、アーバンルネサンス、アーバンルネッサンスの原理に基づき、積極的な公的介入や政策が投じられている。またインナーシティに富裕層などが流入する、ジェントリフィケーション、高級住宅地下の重要性を、過小値してはならず、実際、それは、自然な改善に向けた主要な手立てとなっている。 アメリカでは、まず、都市再生や、貧困層向け大規模公営住宅建設などの、方策が取られた。都市再生は、都心部の地区全体を破壊し、都市を再生するというよりは、都市を衰退させてしまった。公営住宅はその周辺で犯罪が横行するという、負の一面も備えていた。現在、これらの政策は、誤りであったと考える人々が多い。ただし、 これらの政策が複数の理由で失策であったにもかかわらず、都市の中には立ち直ってきている場所も存在している。ヨーロッパの都市は新都市計画に先駆けて今まで培われて発展の歴史に基づき再生が進んでいる。また現状では荒廃していても、ヨーロッパのほとんどの都市には再開発に適した歴史的地区や建造物、文化遺産が存在している。 郊外の再開発は1960年代や1970年代に建てられた公営住宅を様々な建築様式、住居規模、家賃、保有方式を組み合わせた伝統的なヨーロッパ都市様式の建物に建て替えるという思い切った方法が取られている。このやり方で最もうまくいった例としてはマンチェスターのヒュームが挙げられる。ヒュームでは 1950年代2 9世紀の建物を取り壊し高層住宅群が建築されていたが1990年代に入り荒廃した高層住宅を一掃し新都市計画の方式で新たに低層住宅を建設する再開発が行われたこの地域は都市復興の優れた事例の一つである楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください